ご利用いただき誠にありがとうございます。はい、バッグですね。バッグというか、まあ、巾着ぐらいの大きさになるんですかね。大きさというか形状的にはね、巾着になるんでしょうけれども、この布地に対して、革がね、まあ、籠のような感じで、まあ、こういうデザインのお品なんですけれども、すごいな、変わったデザインですね。かわいいですね。はいはい、トラブルの状況ですね。おそらくこの紐が通ってるんですけれども、革のこちらからの色移りというか、まあ、色にじみというのがね、そういう状況かとは思いますが、こちらにもありますかね。はい、まだね、お客様一回も使っておられないということで、にもかかわらずこのようになったということですので、すごく嘆いておられましたが、そうですね、はい、まあ、あの見たところね、今指摘した箇所だけですので、シミの付着が、まあ、部分的にシミ抜きをして、取り除いていきたいとは思いますが、そうですね、これ外せるのはいいんですけれどもね、なんかね、ここで固定してあるんですよね。音が見えてないし、これでもリフォーム屋さんも嫌がるやろな、これね。後で見えへんよね、これ。こっちにしても。どういうふうに、いや、糸で縫い付けてはあるんだけど、あ、接着剤で付けてあるのかな。接着剤っぽいですね、ここはね。そうやな。外させてもらえるのが一番いいんですよね。あとこの紐ですね。この紐はまあほどいて今から抜いてみますけれども、これ通せるのかな。ほどいたけど通せないというパターン。まあ、これはまあ通してくれるでしょう。まあ、でもほどかないとできないですからね。こういうの。はい、やっと取れましたが、はい、この状態でまあとりあえずやってみて、うまくいかないようでした。これを取り外さなきゃダメかな。あんまりしたくないな。はい、ブランドの方がね、ロエベなんですが、こんなバッグあるんやな。いやな、これ革のところをなるべく脱がしたくないんですよね。なければなんてことないシミなんですけど、
もまた皮入れたになってくるような。まあ、なんとかいけそうですのでね、また後ほど報告させていただきます。はい、ロエベのバックですね。
巾着ですけれども染み抜き完了しております。はい、この口の部分ですね、こちらに皮から色落ちした色素がにじんでいる状態でしたけれども、はい、きれいに除去させていただいております。はい、こちらですね、この内側、このちょうど漏洩部のこのロゴのちょうど上あたりでしたけれども、こちらにもシミがありましたが除去させていただきました。はい、なかなかね特殊な形状のお品でね、すごく作業性が悪く、ちょっとしたシミだったんですけれどもね、なかなか、思うようにね除去できなかったんですけれども、最終的にはこのようにね綺麗にさせていただくことができました。はい、ただそうですね、長い、目で見ますとやはりこの皮がね、紐の代わりに皮が通っているんですけれども、ちょっとした湿気なんかでねまた色にじみする可能性はございます。はい、ただまあ交換するわけにもいきませんのでね、再び、このように通させていただいております。はい、綺麗にできてよかったです。ご利用いただき誠にありがとうございます。Thank you.